はい、ファミコンリミックス1プラスプレイ実況第12回ですかね。はい、今回も一人二役でやっていきたいと思います。いやーちょっとあれ、あ、いいのか。はい、ピンボールがちょっと難関なんですよね。じゃあちょっと、今回もポイント制で勝った方には、ご褒美はございません。今日何も用意してこなかった。ピンボール、あ、ピンボール終わったんだ前回。ゴルフだ、ゴルフ、ゴルフだ。いきます、ゴルフやります。いきます。まあでも今ので大体、全然ダメじゃん。なんだこのゲームは。おかしいんじゃないか。せい。なんでだ。なんでだ。今いい線いってたと思うんだけどな。ちょっと待って、難しいぞ。短くなっちゃったよ。いい線いってたよね今ね。結構傾斜きついんだねこれね。あと一回失敗したら終わりじゃん。難しいよこんなの。選手交代。はい、美味しいところはいただいていきます。あれあれ、難しいな。難しいですよ。もうちょい、もうちょい。けー、短い。難しいですね、これ。あ、長かったか。強かったか。これちょっと厳しいんじゃないですか。全然ダメだ。これ入らないようになってんじゃないですか。そんなことはないですか。入らないようになってるとかではない。選手交代しましょう。いきます。はいはい。惜しい。難しいな。いったいったいった。第1ポイント目、やっほー。いやー長い戦いだったね。早くも長い戦いでしたね。はい、選手交代しましょう。レッキングクル、じゃあクルクルランド、クルクルランドか。クルクルランド苦手なんですよね。40個。え、
この独特の操作感が嫌だ。はい、できました。危なかった。ギリギリでしたね。ゲームとしては結構よくできてると思うんですけどね。はい、選手交代しましょう。セットバイクは終わってる。バルーンファイト終わってる。アイスクライマー行きましょう。アイスクライマー出た。頂上でコンドルに捕まる。ギャッ。雲が来ない。あ、下手に動くとダメだな。スイスイ。やっちまったぜ。選手交代。なんでこんなにジャンプの飛距離ないんですかね。それがすごく不満なんですけど。あ、雲が来ない、雲が来ない。難しいですよ。あ、時間が。選手交代。
恐ろしいほどの難易度の上がり具合だな。さあ行きましょう。雲を遅いよ出てくんの。なんで引き返した？今だ！よし！はあ、難しいな。はい、じゃあ僕が1ポイントです。ボーナスどんどん開いていくな。クリア追いつかないですよ。選手交代。レッキングクルーですね。レッキングクルーもあと2ステージですね。ダイナマイトで一気に壊そう。え？え？どういうこと？そういうこと？わお。これ非常に難しいんですけど、これでいいんですかね。これで終わりでいいんですかね。おーおー、これでよかったのか。はいはいはい。誰だ誰だこれ。はい、それでは選手交代しましょう。今のところ、2対2かな。じゃあマリオブラザーズいきます。他に入ろう。なるほど。あ危ねえ。はい、入れました。またか。結構遠くまで行かなきゃダメなパターンでしょ。やっほー。4の2。しまった。はいはい、オッケー。3ポイント目。
戦士個体。はい、それではゼルダの伝説やっていきましょう。ゼルダの伝説シリーズちょっとやってみたいんですよね。ファミコンリミックス終わったら、ゼルダの伝説シリーズなんか、ちょっとダウンロードしてやろうかなって考えてるんですよ。まだ神々のトライフォースやったことないんでね、ちょっとやってみたいですね。あ、6面まだある。うわい。うわ、レーダー、こいつ嫌い。お、めっちゃダメージ食らってる。2回ぐらいしか食らってない。あ、うわ、イカドを取ろう。いやーこいつ嫌い、こいつ嫌い。はい、ダンジョンに入ろう。上イカダ持ってんのか。はい、あざっす。うわ、なんだこいつ。あー、これか。あれ、これ B は何、薬。あざーす。うん、まさかのボスラッシュみたいな感じになっちゃったね。はいはい、悔しいました。選手交代しましょう。というわけで今のところ3対3なんですよね。リミックスをじゃあ3つクリアしますか。あ、これでリミックス1が終わりなんで3つクリアしましょう。いきます。え、まさかやっぱり。どっちかが倒れてもダメなのか。ああ、そっか。うわ、これちょっと、ちょっとこれ難しい。ちょっと待って待って、難しい難しい難しい。選手交代。よし、危なかったな。というわけで4ポイント目です。選手交代いきます。リミックス1 24ステージ目ゴールしよう。1の3、1の 3?
ということで、びっくりした思わずびっくりしてしまった。あれって踏めるのかな、なんかすっごい点滅してたんだけど、ただここでそんな、あ、ボケ、うわやっちまった、やっちまった。選手交代、これはまたとないチャンスですね。これクリアしたらもう私の勝利確定ですよ。今リーチかかってますからね。うそ、ちょっと待った、ちょっと待った、完全に狙い撃ちしてきてるじゃないですか。出てくるところランダムなんですかこれ。私の勝利確定でございます。ありがとうございます。ただまあこのまま勝ち逃げしちゃうのもあれなんで、まあ、次の25ステージ目ノーミスでクリアできたら3ポイントでいいんじゃないですか。6まであるぞ、6まで。残念でした、残念でした。え、なに、なに、え、このポーンって何、ポーンって。今何だったの、走るマリオ、あー出た、勝手に走ってくやつだ。くわ、難しい難しい難しい、ちょっと待って、すっげーいいタイミングでプクプク出てくんだよ、すっげーいいタイミングでプクプク出てくるんだよ。なんだよこれ、ちょっと待とうよ、待とうや、どうなってんのこれ。選手交代、はい、ここクリアしないとリミックス版終わりませんからね。ジャンプしちゃダメなんですかね、あそこ。やってしまった、無理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 ですよ。え、ちょっと待って、ちょっと
っと待って、今完全にすり抜けましたね。いやちょっと待って、あのプクプクあのプクプク何なんでしょう、あれは。あ、そうか、私の目は完全に節穴でしたね。なるほど。あ、ダメだ、あのハテナブロック乗ろうと思ったんですけど乗れなかった。選手交代。じゃあ逆にだ、逆にこれでちょっと時間潰したらどうだ。こんな感じで、逆に怖い。ほら、行った。なるほどね。太郎さんから飛び越えよう。こんなん楽勝だよ。ういー。無敵ルイージでクッパを倒そう。お、逆だ。じゃん。え、なんだったの。はい、ベースボールでできる。はい、というわけで、ファミコンリミックス1プラスプレイ実況第12回、ようやくリミックス1を全部25ステージまでクリアしました。はい、次回もどんどんやっていきたいと思います。それではまた次回、バイバイ。というわけで、また今回も私が勝ってしまいました。メインチャンネルもよろしくお願いします。